こんにちは、ちなです。今日はですね、ちょっと今急ぎというか、結構ね、すごく慌てて動画を回してるんですけれども、本日、9月4日の、今ね、現在時刻が21時54分なんですが、今から約ね、5、6分後にはね、スノーマンの、セカンドシングルである、Kiss My Lips の、ミュージックビデオが、公開されるということで、まあそれをちょっとね、リアルタイムで、動画を撮って、まあね、皆さんに、どういう状況だったかっていうのをね、お伝えしていきたいなと思います。で、まあ僕自身こういう動画を撮るのがちょっと初めてなので、本当にね、ちゃんとカメラ、秒数、だいぶね、大丈夫回ってるね。で、まあ、そして今回ですね、このパソコンの方も画面録画して、まあ、モザイクかけた形でのお届けになると思うんですけれども、まあね、どういう感じで、まあ、僕がどこを見てたのかみたいなところもね、皆さんに、シェアできればなっていうふうに思います。で、そしてですね、もう今現在この、スノーマンの、ミュージックビデオが公開される、動画の、ところにもついている状態というか、もうそこに到着している、状態で動画撮ってまして、今このね、皆さんのチャットというか、このね、すごくね、もうワクワクしてるみたいな皆さんの、コメントをね、すごく追ってるんですけども、今もうものすごくスノーマン、M ステお疲れ、すごかった、よかった、よかった、みたいなね、とにかく皆さんの、このね、熱のあるコメントでね、溢れている状況でございます。で、まあ、ちなみにですね、まあ、今日金曜日ということで、まあ、先ほどね、放送されたミュージックステーションで、スノーマンがね、出演して、キスマイリップスを披露して、まあ、目黒くんの髪の毛がさらに単発になってた、みたいなことでね、ネットが湧いてましたけども、まあね、その熱がね、すごくね、この YouTube のコメント欄というところにもね、現れているんじゃないかなというふうに思います。ちょっとせっかくなんで、僕もちょっとコメントを残しておきましょう。楽しみです、楽しみです。楽しみです。楽しみです。いけ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 。いったいった。いったいったいった。流れてる流れてる。流れてる。YouTube、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 撮ってます。楽しみです。楽しみです。にしよう。いけ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 。いった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 。そして倉庫行ってるうちにもうちょっとね、2分前ということで、今何人が見てるんだ？すごいな、これ。もう4万人近く見てる。4万人近くの人がね、同時視聴でこのミュージックビデオを見ることになるということで、ちょっと、まあ、イヤホンちゃんとね、これ耳つけてるんで、もう右もつけて、ちょっともう、完全装備で、もう早くね、待ち構えたいなと思います。撮れてるよね、本当に動画。大丈夫？はい、回って、はい、1、はい、OK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 。で、まあ、画面録画もできてますと。多分大丈夫。来た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 、始まり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 ます。始まります、始まり、皆さん、今から始まります。いきます。やばい、ラウール君コメントしてる。やばいやばい、ラウールです。ひゃー、この後、もうすぐか、すげえ、スノーマンも見てるわ、今。ラウール君、わ、すげえ、ラウール君コメントしてた。あ、ちなみに僕、ラウール君と誕生日一緒なんで、6月27日に、誕生日なので、ぜひ皆さん、ラウール君の誕生日があったら、もう、私、千田もね、誕生日なんで、ぜひセットで覚えていただければなと思います。で、まあね、そんなこと言ってるうちに、もう間もなく、プレミア公開が始まるということで、もう今、21時59分。皆さんもちょっと、静かにしてください。ちょっと今からこれに集中するんで、始まります。来る来る、来た、22時、始まる、来た、来る、いや、7万人見てるって今、7万人同時視聴数、え、すごいすごい、えぐい、7万人も見てるんだよ、今、このミュージックビデオを。あ、なるほどね、なるほど、あと1分54秒後に始まるみたいな、ね、カウントな、まあ、いきなりこう、22時、パッっていうふうに始まらないっていうことで、そうだ、あ、今、安倍ちゃん、良平です、さあ、いよいよミュージックビデオ発信するよ、ものすごい幸せになる準備できている。できてますよ、もう。あと1分30秒後に幸せになることはもう確定してるわけなんで。すごいね。まあさ、このミュージックビデオをさ、このね、M ステ終わりのね、メンバーが今見てるっていうことで、この7万人ね、今同時視聴行ってるらしいですけど、まあその中にね、その7分の1のところにね、スノーマンのメンバー9人もいるということで、すごい時代ですよね。このメンバーと一緒にね、このミュージックビデオ公開のところをシェアできるっていうね、まあなんか現代だなっていうふうに思いますけども、まあそして倉庫行ってるうちに同時視聴者数が12万人いったと。いうことで、まあ、12万分の1ということで、今から、僕も、スノーマンのセカンドシングル、Kiss My Lips のミュージックビデオを、見ていきたいなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもね、この動画のコメントにこういうところが良かったよみたいなね、感想を書いていただけると嬉しいです。ということで、行きましょう。4、3、2、1。はい、はい、見ます。はい、はい、集中。なんか蜂蜜みたいなのがすごいアップになってる。うわ、犬舐めんな、目黒くんを。うわぁ、めちゃめちゃ椅子の上乗っとるやん。ショッピーがサングラスかけとるよ。うーわ。いや、一瞬のことだったというか、いや、なんかすごくカウントダウンをして、こうやってね、ミュージックビデオを見るみたいなことを
初めてしてみたんですけども、まあ、さらにねこうやって動画も撮りながらっていうことで直近で一番テンション上がってしまったというか、いやーちょっとすごいね、もう言葉が出ないというかもう圧巻でしたね。なんかこのデビューして少しね時期が経ってちょっとねこのデビュー組の落ち着きみたいなのがね感じ取れるミュージックビデオでしたね。ということで改めましてこんにちは、ちたです。本当にね先ほどはすごくお見苦しいものをね見せてしまったというか、まあ、すごくね荒ぶってしまっている成人男性をねお届けしてしまったかなっていうふうには思うんですけれども、今からですね詳しいSnowmanセカンドシングルのキスマンリップスの、まあ、詳細だったりとか僕が注目していきたいポイントというのをご紹介していきたいなと思います。今回のセカンドシングル発売日が2020年の10月7日ということで、まあ、デビューシングルの DD より、まあ、約9ヶ月という、まあ、歳月を経てのこうセカンドシングル発売ということで、まあ、僕個人的にはね結構温めていたのかなというか、まあ、このキスマンリップス自体が、まあ、そもそもこの初披露のタイミングがものすごい早かったので、まあね、いつシングル発売するんだろうなっていうふうに思っていたら、まあ、結局こう10月7日というところで、まあ、このシングルがものすごくね気合が入っているから温めていたのか、まあ、はたまたこうね岩本くんの件があったから温めていたのかっていうのはね、まあ、定かではないというか、まあ、そこの真実はどうでもいいんですけれども、まあ、10月7日発売ということで、まあ、ぜひね皆さん予約とかチェックしていただければなっていうふうに思います。で、まあ、曲の詳しい詳細なんですけども、キスマイレプスの方はラウールくんが CM でね主演したことで話題にもなったディオールのウェブムービーの、ソングとなっております。で、まあそれと同時に、セブンネットショッピングの CM ソングにもなっているということで、このディオールとセブンネットショッピングっていうこのね2つのタイアップがかかった曲っていうことで、まあ、割とね僕のね感覚的には珍しいかなっていうふうに思いました。で、まあそして、今回のシングルはですね全3形態でのリリースとなりまして、初回 A にはキスマイリップスのミュージックビデオとストーリーズのミュージックビデオ、そしてストーリーズのダンスビデオ、そしてですねメンバーの中のいい様子が楽しめるメイキング映像を収録ということで、まあ、割とこの後に紹介する B よりはまあどっちかっていうと広い方が楽しめるというか、こうねコアなファンじゃない人がまあ触りというか、まあ、とりあえずシングル買ってみようかなっていうふうに思ってる人は、まあ、とりあえず初回 A を買ってみるのがまあ一番楽しめるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。そして初回 B はどうかっていうと、キスマイリップスの、メンバー9人のマルチアングル映像と、取り下ろし特典映像、真実を暴け、ジョーカーゲームということで、まあ、なのでどっちかっていうと、まあ、初回 B の方がファン向けというか、まあね、こうコアなファンの人がこうメンバー一人一人のマルチアングルを見たいよっていうふうに思った時は、まあ、B を買った方がいいという、まあ、感じなのかなっていうふうに思ったりします。そして通常版はですね、通常版のみの収録になるカップリング曲が2曲も入っていることと、ボイストラックが入ってるということで、で、まあ、ボイストラックに関しては、まあ、どういう感じのものがね、入ってくるかは分かんないんですけども、まあ、曲みたいな感じというよりは、まあ、どっちかっていうと、なんかメンバーとトークするというか、なんかメンバーが僕たちに話しかけるみたいなね、スタンスのボイストラックになるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあね、そこを楽しみたい方は、まあ、通常版を買ってみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。でもまあね、ここまでこう、初回 A はこの方におすすめですみたいなね、初回 B は、こうね、コアなファンの方で、まあ、通常版はそしてね、まあ、ライトな方へみたいなふうに言いましたけども、まあ、結局ね、皆さんね、初回 A も B も、そして通常版も3つ買うのがね一番楽しめるかなっていうふうに思いますので、まあぜひね皆さんね自分のお財布と相談して、まあ3形態、まあ好きなものをチェックしてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日はですね、Snowmanのセカンドシングル Kiss My Lips のミュージックビデオを、まあ、リアルタイムで見ながら、動画を撮ってみるっていうね新たな試みをしてみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ今回本当に僕自身ね新たな挑戦というか、まあこんな形で動画を撮るのはね、僕の中でもね初めてだったので、まあなかなかね皆さんにはねお見苦しい映像をねお届けしたかもしれないんですけれども、まあそれぐらいこうなんて言うんだろうな、こう一発の成人男性というか、こう立派なこう大人が、まあこれぐらいこのミュージックビデオを見て発狂してしまうぐらい、このセカンドシングルの Kiss My Lipsはいいよっていう風なねことがね皆さんに伝わればなっていう風に思うので、まあぜひねSnowmanのファンの方も、まあそうじゃない方もね、ぜひねミュージックビデオを見るもいいですし、まあ実際ねこう CD を買って手に取ってこう音楽を聴いてみるっていうのもねしてみてはいかがでしょうかということでございます。で、まあ今詳細を見てて、まあ通常 A そして B っていうのがあるんですけど、まあ買うとするならば通常を買うかなと思います。まあ僕自身そこまでこうまだかなりねライトな部分でね僕は止まっているので、まあいろんな勉強をするためにも、まあとりあえず通常を買って、まあいろんなねSnowmanの曲を聴いて、まあSnowmanの魅力に気づければなっていうふうに思うので、まあ僕みたいなこうなんて言うんだろうな、まだまだこうSnowmanのところ深く知れてないみたいな人はとりあえずこう通常を買うみたいなのがねいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあそんな中で、まあちょっとね余裕あるよっていうふうに思ったら、まあ A を買って、まあ A を買って、まあさらにいいよっていうふうに思ったら、まあ B も買うみたいな、
まあ、なので通常初回、そして B みたいなこういう流れでね、チェックしていくのがねいいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、ぜひ皆さんも参考にしていただければなっていうふうに思います。まあ、ということで、まあ、今日はねとにかくこうすごくね、1日の終わりに疲れたなっていうふうに思ったというか、まあね、こうねすごく荒ぶってしまったかなっていうふうに思うんですけども、まあ、今から僕は、このねキスマイリップスのミュージックビデオを、まあ、ひたすらね見まくって、このねショッピーのねこのサングラスをかけてたところを拝んだりとか、まあ、細かい部分をね見てねすごくねもうドキドキしていけたらなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さんもね、ミュージックビデオもうすでに公開されているので、まあ、チェックしていただければなっていうふうに思います。はい、まあてな感じで今日の動画終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。